カットバセボールチャンネル。で、投稿でーす。よいしょ。さあ、はい、やってまいりました、うん。各都道府県のベストナインを決めて、そしてそれを戦わせよう。はい。in 東北、北海道。今回は宮城県でございます。宮城県編ですよ。いや、来ましたよ。ね、宮城もね、うん、本当にすごい選手。いやー、出てるよ。はい。近年強いからまた。強いですよ。ついにあの東北のね、悲願を達成した県でもございます。はい、そうなんですよね。うん、そこでベストラインを決めようというところでございます、はい、今回も、うん、この決め方でございますけども、はい、ファースト、セカンド、うん、サード、うん、外野手、うん、キャッチャー、ピッチャーの順番ですかね、うん、はい、あ、ショートね、まあ、ショートね、ショートでその順番で、はい、発表していって、はい、お互い合致するところはそれ決まり、はい、その後は、大相談という、はい、相談ってことをやってって、代表決めようというところでございます、ね、いや難しいですね。そうですね、まあでも僕この北海道東北の中ではまだ一番すんなり決まりましたかね、宮城が。あ、本当ですか。うん、あー、なるほどなるほど。うん、今んとこ今度ちょっといろいろと悩みましたけれどもね、宮城、はい、うん、いやまあでも難しいところはね、多分ポジションが被るかどうかとかそういうところになってくるんですかね。そうですね、あとまあほぼ2校で決まってるみたいな僕の神谷さん、え、同じ現象、同じ現象が、現象ですねこれね。いやでも歴代のいろいろ見てくるとやっぱそうなるよね。いや、そうなんですよ、甲子園での活躍ぶりとか見ると。はい、はい、まあ行きましょうか、はい、じゃあ早速、うん、行きましょうか、はい、うん、じゃあファーストから、はい、行きましょうか、うん、ファースト、私は、はい、笠井実さん、はい、あ、東北高校、東北高校の、はい、うわ、俺続けてたわいやね、ほんといろいろ考えたんですよ。ここ近年すごい選手いっぱいいるじゃないですか。ちょっと待ってと、東北宮城、ちょっと待って、はい、いけじゃん、それ若干ポジションずるない？そう、俺知らんねんけど、俺はあれファーストじゃなかったじゃんいやそれ、はい、プロになってからの遠山、笠井遠山のそうそうピッチャーやりながらあの松井秀喜で遠山さんを入れたいから、はいはい、笠井さんとこの遠山さんをこう、はい、交互にするっていう、遠山笠井、あれ、野村監督の、はい、遠山笠井、遠山笠井、ええ、さん、高校の時やってなかったから、やってるっすよね。いやだから3年生の時に6番ファースト出てる。すごい情報やな。いや確かすごいな、それ危ねえ危ねえただまあ入るか分かりませんけど、まあでも笠井さんは、いや、あ、俺、あ、勝手にポジションずるやもん、 やってはんや。だ、あの前、あのどこの県だったか忘れましたけど、やっぱ複数ポジション守れるっていうとちょっとでかいなっていうのがあって、うん、なるほどなるほど、ピッチャーもいけるし、佐々木さんのね代わりでっていうところがあったんで、笠井さんファースト、そんでファースト守れんの言うてね、プロでね、はい、言うたら遠山さんが投げてる時って相手松井秀喜さんでしょ、はい、とんでもない引っ張ったやつが、はい、ピッチャーしか練習してない人に来るでしょ、笠井さんめっちゃ嫌やってますよ ね、 そうですね、ピッチャーの方でしか考えてないからファーストの方考えてない。絶対に松井さんの引っ張り込んだやつなんだろう、はい、なるほど、すごい、笠井実さんをちょっとね、はい、上げてみました、はい、私はですね、はいはい、仙台育英、はいはい、岩崎育也選手にさせていただきました。これは東北の悲願ね、2年前2022年の全国制覇した時のファースト、はい、そして岩崎選手といえばちょっとご病気があって、うん、なかなか練習にも入れない中、うん、いや3年生になったぐらいでやっとこう野球ができる、ちゃんとできるようになって、そっからレギュラーを取ってですね、ですね、で決勝戦で満塁ホームラン、うん、そうです、しびれたよねあれ。いやー、ほんとなんかこの、ね、長年開かなかった扉を開けたっていうところもそうですけど、うん、それにふさわしい活躍での開け方でしたからね、うん、いや、そうやね。ほんで僕ね、ちょっとその岩崎くんっていう、まあまあ優勝はしたけど、はい、まあ歴々の中でってなるんやけど、はい、もう個人的にね、はい、実はそのファーストこの岩崎くんとレギュラー設定団が、はい、僕の同級生のこの息子やったんですよ。あ、はあ、そうそう、僕の中学校高校の同級生の女の子の子供さんで、はいはい、そうそうそう、岡田大成いう子でね、はい、ね、1年生の時は仙台育英で4番も打って、はい、最後ファースト設定、
岩崎くんに取られたんやけど、しびれるな。でもその岡田は、岡田から聞いた岡田は、うん、あの決勝戦というか甲子園の大会、自分はベンチにも入られへん、はい、あ言うたスタンドに行ってもだけど、うん、最後競った岩崎にお前俺のグローブで甲子園出てくれって言って、うん、だから岩崎君は全国制覇した時に岡田のグローブを使って、うわこれは世にもどこにも出てない話ですけどね。いやこれはすごいですね。いやそうなんです、その岩崎がだからホームラン打ってくれたから嬉しかったでしょうし、その後お母ちゃんとおった時にね、自分の息子がメンバー外れたけど全国制覇した後で甲子園球場の外でお母ちゃんと俺もかける言葉もがねなかなか見つからんけど、おめでとうやけど息子は入ってない、でもお母ちゃんの方から岩崎くんでよかったよって言ったんですね。俺グッと泣きそうになったね。いやーすごいなと思って。笠井さんが今落選しました。いやいやいや急に早いね。いやいやちょっとそうですね。いやなんかこう全国初のね、うん、いや笠井さんすごいプロまで行ってます。いやそうですね、はい、まあまあちょっとファースト置いておきましょう、はい、セカンド行きましょう、はい、私は、はい、西牧健治選手。あなるほどね、はい、なるよね、仙台育英、はい、いや僕も迷ったんですよそれ、はい、僕ね加藤正義選手、東北高校ダルビッシュさんの1個下やね。だからダルビッシュさんの時からレギュラー出てたっていう、あめちゃめちゃいい選手で、日ハムかな行ったプロにも行きましたし、はいはいはい、めっちゃいい選手だったんですね。確かにな、はい、加藤正義さんいいですね、いや西牧選手と迷って僕加藤にしたぐらいなんで、あまあここも競りますね。いや競ります、はい、これは競ります、はい、じゃあちょっと置いておきましょう、はい、サード、はい、僕ちょっとこれポジションずるの可能性あります。はい、平沢タイガー選手。ああなるほどね、はい、うん、ここで使いました。なるほど、はい、仙台育英わかりました、はい、ほな僕サードはね、はい、横田孝之選手。横田孝之選手これもこれがダルビッシュ投手と同い年で、そうかダルビッシュ投手エースで2年生エースで、はい、これ2年生のサードで2年生で4番やったんですよ。ダルビッシュさんがエースで、はいはい、で3年生ももちろん主軸で4番で2年連続甲子園に出てというのが、はい、横田という、はい、うん、いいですね。3番大沼、4番横田やったと思う。なんかね、大沼さんだな、あらなんとなく思い出してきた、うん、横田、うん、はいはい、あの、うん、なんかすごい印象がありました。いいですね、はい、ここもじゃあかぶらず、はい、じゃあ次ショート、うん、はい、ここで僕は、山田周東選手。なるほど、ここで仙台育英。そうなんですよね、はい、ちょっとね平沢大河選手をショートに置きたかったんですけど、うん、山田選手をねちょっと入れたくて、はい、僕はここをやっぱ平沢にしましたね。ここで平沢大河選手、平沢大河、ね、パリドラフト1位。まあそうですね、楽天も行ったけど外したという。そうですね、うん、これショート2人ともマスク甘いですね。甘いね、甘いマスクですね、まあ、人気出るわ平沢タイガー、はい、やりました。はい、外野行きましょうか。外野行きましょう、はい、うん、元プロ野球選手の皆さん、僕と一緒にコーチをしませんか。カットバスボールアカデミー全国展開中。橋本至る選手、うん、上橋誠二選手、うん、中根仁志選手。あ、中根、はい、中根さん、ベイスターズの、はい、渋いね遠く、はい、中根さんって東高校やったよね。東高校です、はい、東北や、中根さんや、うん、中根さんを入れました、はい。で、いや、いっぱいいるんですけど、いや、ちょっとなんか、あの高校がかぶりそうすぎてね、ちょっといろいろと考えてたんですけど、はい、うん、僕もね、2人かぶりました、はい、あ、本当ですか。上林誠二選手、はい、橋本至る選手を一緒で、はい、で、熊谷隆弘選手にしたんですよね。あー、ここか、そうですよね。あの、やっぱりこの浦和学院との、はい、ね、あの試合ね、大活躍、最後熊谷選手のさよならやったっけ、あれ。そうっすね、浦和学院ね、そうです、あ、マウンド降りないみたいな、そうですね、あの時やね、小島和也が2年生でね、涙を拭う歌袖口おりません隠しながら、おりません、おりませんってね、あの森さんが何回も読んでる信じてダイヤモンド、ダイヤモンド、あの時にね、はい、確かダイヤモンド、小袋さんのダイヤモンドが、あの、ね、テーマ曲だった、はい、名曲でした。あ、なんか涙ながらにおりませんって言ってた、これはよかったな、うん、まあでも、さあ熊谷さん、ね、いいな、いいラインですね、はい、置いておきます。キャッチャー行きましょう、はい、はい、これね、ここは被るんじゃないかな、下手したら。おい、ちょ、行ってみましょうか、はい、
せーの、郡司優也選手。あ、かぶったね。でも これもこれいいんじゃないですか。これ間違いないです、ね、はい。でもピッチャーもかぶるんちゃう、これかぶりますよね、多分ね。いきましょう、はい、せーの、ダルビッシュ優。まあそうですよね、これバッテリー、そうやね、ね、佐々木一博さんとかね、いろいろありましたけどね。いやー、思ったっすよ、はい、俺も思ったね、はい、思ったね。大越さんとかね。いや、そう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 、いろいろありましたけれども、でもなんかやっぱり印象とその後の活躍とか、そうですね、まあまあその後の活躍でいうとね、もう佐々木さん大魔神ですから。そうですよ。いや、確かにね。いや、これまでもダルビッシュ投手はいいんじゃないですかね。いや、そうですよ、現役でまだね、うん、今ちょうどやって、もこの間も大谷さん、ね、うん、バシッ抑えてましたから。いや、完璧でした。なんか本当にすごいなっていう投球を見せてくれましたよね、はい。さあ、残りを決めていきましょう。はい、ほな、まあ橋本至選手と上林誠二選手、はい、で外野が熊谷選手か中根選手。なるほどね。熊谷選手かな。活躍でいうとやっぱ熊谷選手のあの印象はでかいですね。なるほど。中根選手はね、プロで大活躍されて、ね、高校時代そこまでしっかり覚えてないんよね。熊谷はめちゃめちゃ覚えてて、そうですね、印象は近かったが、熊谷選手にしときましょう。まあ、知ります、熊谷選手にしましょう。熊谷隆弘選手、内野が難しいんよね。でも平沢大河選手は両方名前挙げてるから入れましょう。平沢選手はね、はい、でこれサードかショートってね。まあでもショートのイメージっすよね、やっぱりショートイメージ。うん、まあ、ドライチやしね、ショートで。そうですね。平沢大河選手、うん、今度はサードと、サードも横田選手、横田ね、うん、まあ、2年連続活躍して、そうそうそう、どっちも4番で、でいいんじゃないですかね。横田選手、高弘選手でセカンド、ファーストセカンドね。でも、はい、まあ、西牧選手いいですか、うん、西牧健二選手、西牧選手はもう、はい、うん、印象残ってるな。で、ファースト頑張ったかな。頑張ってたよ、それ U23 でも。そうですよ、結構な、あれ見極めた、あれ、あの後のあの、はい、ファン感謝デーで俺偶然会うて、はい、西牧君、あれあれ見極めたんやろ、あれ高め、あれなんであげられたんや、あれ、はい、見極めたんやろ、見極めたんやろって言ったら、はい、あれは見極めました言うて、はぁ、言うてるとこ、大番ですのカメラが撮ってたわ大番です。なんでうまいこと取られてるんだろう。ちょうど、ね、俺な、ね、知らん、別に何にも関係ないの、オーバンです、ちょっとだけ出演してて、あれ見比べだよね、あれって言って、ちっちゃいに高校野球大好き芸人上条武史が独断と偏見で、なんかインタビューしてるのに、あのイベントの邪魔をされる西巻とかいじられてる、邪魔しとんかよ俺邪魔してへんわ。すいません、大番です、ほんまに大番です。そので使うんやったら一回会社に一言ぐらいやってもんやろ。知らん間に使われてたわ。テロップで全部 OK じゃないですか、ね、もうガンガン出てノギャラやえけどね、ありがとうございました、出していただいてこっちは嬉しかったです。あの モンスター番組出していただきまして、ね、さあ、そして、はい、ファーストファーストはでも、いやもう今のエピソード聞いたら、でもいや、でも、うん、火災じゃない、火災みのるさん、いきます。岩崎選手のあのホームラン、本当でかいですよ。か、まあでもあれか、まあ火災選手で言うとみんなが選ぶっていう、プロでも活躍されたから、まあそうですね、まあ岩崎郁也言うのが俺らっぽいかもね。そうなんですよね、うん、野球大好き芸人っぽいみたいな、うん、プロには行ってないけど、そうですね、まだ今同志社 大学かな、うん、大学生やけどみたいな。葛西実さんは確かにね、みんなありそうですけど、うん、岩崎郁也さんにしましょう。いいっすか、いきましょう。わかりました、はい、決定です、はい、決定いたしました、はい。東北宮城、はい、ファーストが仙台育英岩崎郁也選手、はい、そしてセカンドが仙台育英西牧健二選手、うん、そして、サード、東高校横田隆弘選手、そして、ショート、うん、仙台育英平沢大河選手、はい、そして、外野手が仙台育英、熊谷隆弘選手、上林誠二選手、橋本至選手、全部仙台育英やね、はい、外野キャッチャー、うん、仙台育英郡司優也選手そして東高校ダルビッシュ有投手という形で、まあ、こうなりますわ。そうですね、なります。
いや、やっぱこのね、2校を相当甲子園で見ましたよね。見ました。はい。やっぱちょっと印象が強かったっていうところありますね、はい。そういうことです。まあでもやっぱこのダルビッシュ有投手のいる安心感たるやないですね。そうね。あとまあ郡司選手のバッティングもあるし、ね、キャッチャーもクレバーな。強いね。上林、そうですね、橋本、熊谷、橋本、西巻、走れるしね。めちゃくちゃ足速いですから ね。強いな。宮城県強いね。そうですね。ショートセカンド相当守備もいいですしね。うん、強いな。さあという形で宮城県の代表が決まりましたね。本当にね、この県がまたどこかの県と対戦するわけです。いやだからちょっとね、今回かぶりがなかったのでね、名前かぶりが、はい、ああそうか、今までね東北北海道地区はあのね、うん、千葉かぶりだとかね、だから僕若干ね外野橋本いたると、もう一人仙台育英の2年前のあの橋本、はい、ああまあだから去年のメンバーもね、はい、2年から出てた、そうですね、あのセンター橋本かぶりにしようかなと思って、うんうん、いやいや、そういう企画ではないやろってそうですね、我に返り始めたってことですね、はい、それはもう活躍した、まあ、もちろん橋本選手もちろん活躍したんですけどっていうところですね、うん、はい、はい、ということでございまして、各都道府県のベストナインを決めよう宮城県編でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。野球を仕事にしませんか。かっ飛ばせボールアカデミーでは元プロ野球選手のコーチを募集しています。みんなの経験を生かして未来の甲子園球児、プロ野球選手を一緒に育てましょう。